はい、2013年の9月からですね、開始をしました。こういった YouTube の動画による年金社会保険に関するですね、中小企業のオーナー社長様向けの、お悩み解決情報ですね、コツコツと、継続動画投稿を継続してきました結果、今見てますとね、動画の数が3287本ということですね、3000本を超えたということ で全期間の視聴回数というのが、管理画面 YouTube の管理画面を見てますとね、10664、再生回数ということでですね、大台を突破したということですね。再生回数10万割るその動画3287ということで、一つ一つのね、動画の再生回数は決して平均は多くないですけれども、中にやはりそのお悩みの動画強いようなですね、悩まれている方が多いような、60歳以上の経営者の方の老齢厚生年金と報酬との調整の問題とかですね、あるいは最近であれば社会保険調査の問題ですよね、年金事務所の調査の問題、特に国税庁の持っている、源泉所得税でデータとですねのマッチングによる未加入企業のあぶり出しですね、そういったこととか、マイナンバー制度の実施による社会保険年金に関する影響ですね、こういったことについて、お話をしている動画が特にですね、再生回数が最近は増えていますね。そういったご関心が持っていただいていることが多いような分野については、深掘りといいますかね、順次こういうことをお知りになりたいんだろうなとかですね、あるいは個別にご相談いただいた、質問の中から、より多くの方にお伝えをしたいような内容についてですね、順次動画の配信をしております。で、今後はですね、今年は引き続き同じようなペースで、動画を投稿していきたいと思っています。今年中に4000本ぐらいはね、いけるんじゃないかなと思っております。どんどん配信をしていきたいと思います。